アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第19条アメリカ合衆国憲法修正第19条はアメリカ合衆国の各州並びに連邦政府が市民の性別を理由に市民の投票権を否定することを禁じている第一節合衆国市民の投票権は性別を理由として合衆国または いかなる州によっても、これを拒否、または、制限されてはならない。第二節連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。修正第19条は、女性参政権を具体的に拡張することを意図された。1919年6月4日に提案され、1920年8月26日に、批准された。 この修正条項は、女性参政権に賛成する多くの活動家の仕事の集大成であった。そのような活動家の集団の一つ、サイレントセンティネルが、啓蒙のために1917年から18ヶ月間、ホワイトハウスの前で抗議を行った。1918年1月9日、ウッドロー・ウィルソン大統領は、この修正条項に対する支持を表明した。 翌日、アメリカ合衆国会員は、僅差で、修正条項を可決したが、アメリカ合衆国上院は10月まで討議にかける、ことすら拒否した。10月に上院が採決を行った時も、3秒差で、否決された。この結果に対して、全国女性党は次の1918年秋の、選挙で、 女性参政権に反対した上院議員に投票しないよう市民に訴えた。1918年の選挙後、議会の大半の議員は女性参政権の擁護派となった。1919年5月21日、会話、修正条項を304票対89票で可決し、2週間後の6月4日、最終的に上院も同調し、 56票対25票で可決した。修正第19条は1920年8月18日、テネシー州が36番目の批准州となり、批准が成立した。アメリカ合衆国国務長官ベーンブリッジコルビーが1920年8月26日に批准を認定した。 1922年2月27日、修正第19条の批准に対する異議申し立てが、アメリカ合衆国最高裁判所の、レッサータイガーネット事件判決で拒絶された。アメリカ合衆国議会は、修正第12条を1919 19年6月4日に提案した。続いて、次の州が批准した。イリノイ州、ミシガン州、ウィスコンシン州、カンザス州。 ニューヨーク州、オハイオ州、ペンシルベニア州、マサチューセッツ州、テキサス州、アイオワ州、ミズーリ州、アーカンソー州、モンタナ州、ネブラスカ州、ミネソタ州、ニューハンプシャー州、ユタ州、カリフォルニア州、メイン州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、コロラド州、ケンタッキー州、ロードアイランド州、オレゴン州、インディアナ州、ワイオミング州、ネバダ州、ニュージャージー州、アイダホ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、 ウエストバージニア州、ワシントン州、テネシー州批准は1920年8月18日に完了した。この修正条項は後に次の州によって批准された。コネチカット州、バーモント州、デラウェア州、メリーランド州、バージニア州、アラバマ州。フロリダ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ノースカロライナ州、ミシシッピ州。ありがとうございます。